ボスレコーズニュース。始まりました、モスレコーズニュース。この番組はモスバーガーがお届けする新時代の才能発掘プロジェクト、モスレコーズと、そのモスレコーズからデビューが決まったアーティストを応援するモスバーガーでしか聞けない特別なプログラムです。ナビゲーターは私、山田舞が務めさせていただきます。モスレコーズを知らないというお客様のために簡単に説明させていただきますと、モスレコーズとはモスバーガーのスタッフの中から次世代を担うアーティストを発掘し応援するプロジェクトです。オーディションで最優秀者に選ばれると、モスレコーズからデビューに必要な活動の全面的なバックアップが受けられます。今回はそのモスレコーズオーディションで栄えある最優秀者に選ばれたアーティストをお呼びし、オーディションの様子やデビュー曲に関することを中心にお話を伺っていきたいと思います。それでは早速ゲストをご紹介させていただきます。第1回モスレコーズオーディションで見事デビューを勝ち取られました、ルイさんです。お願いします。皆さんはじめまして、モススタッフ歴約2年、18歳、歌とハンバーガーが作れますルイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、歌とハンバーガーが作れるということで、とっても素敵なキャッチコピーですね。ありがとうございます、はい、では早速今回はこのルイさんゲストにお迎えしまして、根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。短い時間ですがお付き合いください。では早速ですが、今回モスレコーズはモスバーガースタッフからの募集ということでしたが、ルイさんがそもそもモスバーガーで働こうと思ったきっかけは何だったんでしょうか。はい、アルバイトを探している時に近くのモスバーガーが目に留まって、入ってみたらすごく楽しそうに働いていて、ここで一緒に働いてみようと思って応募したのがきっかけです。はい、やっぱりこう働いている人の雰囲気ってすごく大事ですよね。はい、そうです。自分がその中に一緒に働いている絵が浮かびました、その時に。そうですね、ここなら楽しく働けそうだなと思いました。やっぱりね、本当モスバーガー行くと元気になれる感じすごくあるなって私もよく行くんですけど思いますね。実際働いてみて職場の雰囲気どうでしたでしょうか。はい、スタッフの皆さんがとても優しくて、休憩の時間でもみんなで話していて、すごく仲がいいなと思います。そうなんですね、はい、やっぱチームワークもいいですか。はい、チームワークすごくいいと思います。そうなんですね、はい、とっても素敵な職場ですね、はい、さてそんな中モスレコーズオーディションの募集がスタートしたということですが、なぜ応募しようと思ったんでしょうか。はい、最初にモスレコーズがあるということを店長と副店長に教えていただいて、モスバーガーが歌のオーディションと疑問に思ってたんですけど、ここは出てみないとと思って応募しました。歌は小さい時からやりたいなという夢があったんですか。はい、そうですね、小さい時からすごい歌が好きで、最近では路上ライブとかもして本格的に歌の活動をするようになってきました。じゃあそんな時にこのモスレコーズのオーディションっていうお話が出てきて、はいはい、これはやらねばと。そうですね、チャンスだなと思って出てみました。でそのやらなくちゃというところで応募をして、いよいよ始まったオーディションなんですが、具体的なそのオーディションの様子を教えていただきたいなと思うんですが、オーディションどんな形で行われたんでしょうか。はい、最初は書類審査で一次審査の結果を待って、その後二次審査が最終審査でした。最終審査に残った方の人数が12人という人数で、この中に残ったんだなと思いました。オーディション会場に行った時、審査員の方とメディアの方がたくさんいらっしゃって、とても緊張しました。書類審査が最初だったということですね。そうです。自分で撮った歌とかを送る感じですか。はい、そうですね、自分で撮った歌と自分の写真を送りましたね。ちなみに自分で作った歌とかですか。いや、自分で作った歌じゃなくて、カバーでカラオケで歌った歌と TikTok に上げていた歌を2つ送りました。あ、そうなんですね、はい、でその結果を待って、はい、二次審査に行って、 その二次審査は何人ですとかも知らない状態で。そうですね、知らない状態で行きました。
その時たくさん人がいて、見たこともない人たちがいっぱいいて、はい、自分の本領発揮できました？いや、できなかったです。あ、そうなんですね、はい、間違えてしまって、うん、もう一度やり直しさせていただくっていう。へえ、そうなんです。そうなんですね、はい、それやり直しは OK だったんですね。あ、いいですよという感じでやらせていただきました、はい、じゃあ2回目の時はちょっとリラックスして。そうですね、うん、一回気持ち切り替えてやり直しさせていただきました、うん、じゃあその時はしっかり最後まで。はい、その時ももちろん歌の審査があったんですかね。はい、そうですね、うん、と弾き語りでやらせていただきました。へえ、ギターですか？ギターです。そうなんですね、はい、それは確かにギターも弾いて歌も歌って審査されてってなると手も震えちゃいますよね。もうブルブルで間違えてしまってやり直しさせていや、でもその時のね、緊張した様子も伝わってきますけど、そんな中見事デビューが決まって、この後ご紹介いただくデビュー曲が誕生するというわけですが、まず曲はどうやって決まったんでしょうか？はい、この曲に決まるまでに何曲か候補があって、デビューというスタートを感じる爽やかさがあるこの曲に決まりました。はい、デビューということですからね、やっぱりルイさんも力を入れて曲を選んだということですよね。はい、はい、ありがとうございます。今回歌詞にはどんな思いを込められたんでしょうか？はい、この曲にはここまでサポートしてくださった方とか、周りの人への感謝とか、自分と同じように夢に向かっている人たちへの応援の気持ちを込めました。はい、今回このモスレコーズ、夢に向かって挑戦する次世代アーティストをサポートしたいという思いからスタートしていますからね、やっぱりルイさんのそんな曲がぴったりな感じになってますかね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。そして今回ミュージックビデオも撮ったということなんですが、どんなミュージックビデオなのか教えていただけますか？はい、監督のヨークさんはミュージシャンでもあり画家でもあるんですけど、ヨークさんがペイントしてくれた服で撮影させていただきました。そんなミュージックビデオもぜひ注目してみていただきたいです。はい、その注目してほしいミュージックビデオ、どこで見られるんでしょうか？はい、モスバーガーのホームページから見れるのでぜひ見てみてください。はい、ありがとうございます。ではそんなルイさんの思いが込められたデビュー曲、皆さんにも聴いていただきたいと思います。では曲の紹介をルイさんからお願いします。はい、それでは聴いてください。私の感謝の思いを込めたデビュー曲です。ルイで一人じゃない。掴んだもの大切に離さない。
お聞きいただいたのはルイで一人じゃないでした。はい、ということであっという間にお時間となってしまいましたが、エンディングの前にですね、ちょっとルイさんにどうしてもお聞きしたいことがあるんですが。はい、何でしょう。あのルイさん、モスバーガーでおすすめの商品何でしょうか。はい、私のおすすめの商品はモス野菜バーガーです。モス野菜バーガー、なんででしょうか。はい、トマトとかレタスとかオニオンとか野菜がたくさん入っていて、すごくさっぱり食べられます。やっぱりモスバーガーというと野菜っていうイメージありますよね。はい、そうですね、たくさん入っているっていう感じです。シャキシャキして美味しそうですね。はい、私も食べたんです。実は今日食べてきたんですけど本当満腹感もあってすっごく美味しかったです。ぜひ皆さんに食べてほしいですね。はい、そうです。いや、もう想像しただけで本当にお腹が空いてきたんですが、ここでですね、モスバーガーからもおすすめの商品のご紹介です。皆さん、新とびきりチーズ召し上がりましたでしょうか。みずみずしい野菜に国産牛 100% 使用のパティ、さらに北海道チーズ、和風バーベキューソースのスモーキーな香りと合わさってとってもおすすめです。まだの方はぜひ召し上がってください。さあ、ということでルイさん、今日振り返っていかがでしたか。はい、こういった番組自体が初めてでとても緊張したんですけど、楽しくやることができました。はい、本当にね、緊張はとっても伝わってきますが、でもこうニコニコしてね、喋ってくださってるこのルイさんの雰囲気がとっても素敵だなという印象を受けました。今日ね、本当にあの楽曲のかっこいい感じからはこう想像もつかないようなルイさんの可愛らしい一面が見られて、私もとってもほっこりした温かい気持ちになりました。ルイさん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ここまでのお相手はナビゲーターの山田舞とルイでした。